モーターズ。はいどうもこんにちは、モーターズのヤマトです。続きですね、オプションさんの本誌とウェブオプション合同イベントの方取材来てるんですけれども、わかります、後ろにあるやつ、なんか GT300 車両みたいなやつあるわけですよ。ヘッドライト黄色で、なんかもういろいろゴテゴテしちゃった感じ。これ多分ね、僕の記憶が間違ってなければシビック、記憶が間違ってる間違ってないじゃなくてシビックなんですけど、ちょっとあまりにも派手で気になっちゃったんで、オーナーさんの方取材していきたいと思います。オーナーのザワさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか突っ込むことしか今のところないんですけどナイス爆裂ですこれあれですよね、あのこのスバの、そうですね、ですよね、はい、なんでまた今日この T シャツをチョイスされて、ちょっとミーティングメンバーとみんなオタクつながりっていう、なるほど、合わせてきた感じですね。おお、ちょっと車もオーナーもインパクトある感じなんですけど、まずこれ愛車ということで、シビックですね、はい、シビックのタイプ R、 タイプ R FD2 っていう形、はい、なんかもうシビックじゃないようなルックスになってますけど、そうですね、もう今までにないようなスタイルのシビックを作りたいと思って、はい、持っていくは GT300。 おお、なるほど、作成しました。だからやっぱこうヘッドライトが黄色っていうことですね。カスタムポイントを教えてもらおうと思うんですけど、あのフロントでいきなり手が余るんですよ。そうですね、これボンネットからいきましょうか。まずこれはどこのですか。ボンネットはイングスさんの、はい、カーボンボンネット。カーボンボンネット、純正よりだいぶ軽そうな。そうですね、純正より、はい、マイナス5くらい。なるほど、純正比マイナス5。そう、なるほど。でヘッドライトはこれフィルムですか。ヘッドライトはフィルムを貼ってピカリングにしたっていう形。なるほど、派手な感じしていて、バンパーも変わっている。バンパーが M&M ホンダさんです、ね、はいはいはい、のバンパーと全体的に M&M ホンダさんのワイドボディキット、おお、一式揃えてるわけです ね。その他でこの辺はカーボン地の付近は全部ワンオフ板金屋さんで貼ってもらった状態の、はい、パーツになります。へえ、全部ワンオフ、すごくない？このリップ、アタックとかに出てくる車両みたいになってますね。まあおいおいなんですけど、ウイングが届き次第アタックの方に出場して。そうなんですね。じゃあ結構その見た目だけじゃなくて走りもガチな、そうですね、感じでやってるわけですね。気になってるのは、はい、まあ、タイプ R っていうと赤じゃないですか。そうです、ね、なんで紫にしてるんですか。もうそこはもう自分個人の色が好みっていうことで、パープル系をエンブレムと、あとブレーキカリパーの方、じゃあちょっとこのままサイド見に行きましょう。ホイールも紫、ホイールはまあピンクマゼンダっていう感じなんですけど、キャリパーパープル。おお、こんな色のブレンボ見たことない。これってもしかして結構ワイドになってます。ワイドが純正より 75mm でワイドになってます。蓋が 75mm 出て、でこれホイール何 J ですか。タイヤ295とか入ってくるんですけど、295なんで 10.5 のプラ15。はあ、なるほど。それでも足りないんでちょっとワイトレをかましてる形になります、ね、へえ。でまあぴったり面が出てる。そうですね、ワイトレはこれはどれぐらいですか。25mm になります。 25mm、 そこまでやんないと面が出ないぐらいバチバチらしいですよ。でじゃあこのままサイド見ていこうと思うんですけど、ミラーもこれはやっぱじゃ GT 界に合わせて。そうですね、サイドら辺も全部マーデンさん。そうですね、もうここですね。かっこいいなマジでこの辺のアンダーパネルとかディフューザーはロケバニさんのディフューザーを幅広にしてもらった形。あ、伸ばしてもらったんですね、はい、じゃあもう完全ワンオフですか。そうですね。へぇ、ディフューザーをつけるにあたって、はい、トランクのタイヤハウス内の切除をしてフラット化になってます。なるほど。そのために今枕、はい、ツイン出しに加工をですね。すごい、センター2本出しでこんな下向いちゃって、このマフラーの出口もちょっと GT カーっぽいですね。そうですね、かっこいい、すげえな。ぶち抜きでね、一式見えるんですよ。かっこいいな。これ足は何になりますか。足がアラゴスタになります。アラゴスタなんですね。ここ全部見えるのめちゃめちゃかっこいいですね。本当はアーム類も結構綺麗にしてやりたかったんですけど、はい、ちょっと FD2 用ってあんまりなかなかないんですよね。なるほど、まあしょうがないけど、そうっていうことですね。十二分にかっこいいですね。あ、気づいちゃった。これテールランプもなんかフレークが、ね、これも社外品になってて、はい、中が夜になると分かるんですけども、はい、フレークが入ってて LED で全部打ち替えしてる形になります。じゃあ結構見た目にもかっこいいキラキラした感じになるわけですね。でこれカーボンのトランクっていうのは、そうカーボントランクっていうのはエアロワークスさん、あ、はい
のトランクを塗り分けをしてもらって、はい、カーボン地とボディ色。なるほど。これボディ色は何色って言ったらいいんですか？アウディさんの RA、 はいはいはい、あれの特殊色のナルドグレーという。マルエトの色なんだ、はい、確かに見たことあるかも、そうやって言われると。ちょっと運転席も見せてもらってもいいですか？はいはい、おー、なんかいろいろ気になりますけど、なんかパーツよりも先にね、僕心が横島だからかサイドブレーキのシュシュが一番気になる。いやまあそれはもうオタク活動していく中のシュシュになりますね。何かのグッズということですかね。まあ自分が一番好きなアニメでラブライブっていうのがあるんで、はい、全部仕上がってから出社にする予定で、うん、おーなるほど、ラブライバーなんですね。そうで、まあじゃあ本当に車内を見ていくわけですけど、これシートがレカロの RMS、 反対側は TSG。なるほど。シフトノブがこれはジェイズですかね。シフトノブ自体はあのシーカーさんですね。でその下のブーツがジェイズか。そうですね。なるほど。でステアリングはこれはモモステのスウェードになっている。35Pi ですね。はいはい、ちょっとディープな感じですね。 35Pi でステアリング変わってるからウインカーもこんなもんがついてまして。とじゃあエンジンルーム見せてもらってもいいですか？はい、ご会長でございます。おお、ちょっとエンジン内は汚いですけどいや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 、まあまあまあここはね往々にして汚れるところですからね。やっぱタイプ R はこのヘッドがかっこいいですね。これエンジンはどういう仕様になるんですか？エンジンはノーマル、エンジントルクダンパーとか、まあ、補強系ですね。はいはいはい、全体的に入ってる形になります。なるほど。結構今後はエンジンもいじっていくような。そうですね、一応エンジンの方もオーバーアップっていうことでジェイズさんの方でオーバーホールをする予定になります。なるほど。結構ジェイズさんのパーツがそこら中に散りばめられてますね。吸気はこれ何になるんですか？吸気は HKS さんのよく言う毒キノコ。毒キノコですね。なるほど。まあ、あとはまあ、ね、冷却系はラジエーターは100式さんの自動車、100式自動車さん、クーラント系も全部整備してる状態ですね。なるほど。じゃあもう走りのための準備が行われてるっていうことですかね。はい、はい、ありがとうございます。というわけでですね、このシビックいろいろ教えてもらったわけなんですけども、今この車で作業をしたりはまだしてないですか？まだしてない。そうなんですね。もともとはさっきとでも走って遊んでる。そう、チョップさんの走行会があれば参加する。今後はこの車をもうちょっと仕上げていって、ね、実際にサーキット走ると。主にどの辺りを走る予定ですか？つくば2000と1000、あと本庄ですね。多分見てる方にも分かりやすいところで言うと、この車で TC2000 の目標タイムはどれぐらいですか？一応初めて2000走って、それ以降走ってなかったので、その時出したタイムが1分10秒だったので、1分5秒以内ぐらいには入ります。なるほど。じゃあ今後アタックとかにも出られるっていうことなんで、この車両見かけたらぜひ注目してみてください。で、澤さんにも声かけてみてください。で、今日のイベントですね、10月26日発売のオプションにいろいろこの模様とか出るらしいので、そっちの雑誌の方もチェックしてみてください。一個聞きたかったんですけど、今回このイベントに出展を決めた理由って何ですか？オプションの講師でこういうミーティングがあるんだって、はい、メンバーとして。なるほどなるほど。じゃあ結構仲間内でせっかくだから出てみようよみたいな感じなんですね。こういうイベント普段から出られるんですか？この車になってからは初の。以前はちょこちょこイベントっていうより自分がオフ会を開いたりとかしていた状態。なんかそのオフ会とかって車好きが集まりますけど、もともと知り合いじゃない人もいっぱいいるじゃないですか。そうそう。で、まあ、車好きの輪が広がるとは思うんですけど、集まって話すこと その魅力とかってどんなところがありますか？そうですね、仲間の輪が広がるっていうこともあるし、はい、情報交換が、まあ、活発にできるってことなんで、はい、自分の糧になるっていうこともあるんで。なるほど。結構じゃあやっぱその本当の車好きが集まるから、近しいアングルで話ができて、いろんな情報も仕入れられて楽しめる、ワイワイ騒げるって感じですかね。はい、はい、ありがとうございました。今回はこちらのシビックとオーナーの澤さんの取材をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。